優しくなれるだろう。苦しみ分け合って知らないあなたにもトンネルは続かないさ。夜明けを待ちながら太郎さんの所蔵する鉄道模型が一通りだから展示してある施設ですね。日本に限らないんですね。鉄道自体がやっぱり海外の文化というか外から入ってきたものだから模型もやっぱり海外が本場でサイズが大きいものが主力になってますね。これもちょっと見てわかるけどやっぱ N ゲージとかに比べて全然でかい。 O とか N とか OJ とかっていうのは規格の名前です。N ゲージは線の幅が9ミリでナインの頭を取って N ゲージなのでいろんな由来があるんですがその辺の説明がね多分いろいろ細かく、もっと俺より細かくちゃんと書いてある。あ、なるほど。見ましょう。行きましょう。初めて作った電気機関車。ちょっと面白いです。あったね。ちょっと感動ですね。ないなら作ろうっていう考え方が僕大好き。そうだね。すごいですね。はい。あります。大好きな。どれ。DD51 20 EF55 500番台 EF49 青大将 EF58 青大将 EF55 1通称本名ですね。のみあのみだそうです。C62 D51 パーティーでもですね。めっちゃ喋ったな。そう早口だな。大好きな機関車です。顔近づけていこう。ね。これサンライズっぽいじゃないですか。色がね。え、運転席乗ってるよ。本当だ。これも名機です。名車ですね。名機って言って言い直しました。名車ですね。ドイツの結構電気機関車とかを日本も参考にしてるとか聞いたことあるね。デザインとか。諸説ある。うん。あら練習機材です。うわー大変だ。切んなきゃいけないんだもんね、うん、あれはクリック1個やるのもイライラしてるのに便利なソフトがあるじゃないか俺らすごいです。当時の首相の月給450円の時代に価格495円の鉄道模型を原さんはゲットしてましたね。Nゲージよりでかくないですか？あれ以上よりでかいサイズのだからすごい精巧に作ったのね。すごい迫力もありますよね。大きいから音いいな。音気持ちいいな。はいはい、原鉄道模型博物館行ってまいりました。いやー、本当に非常に楽しかった。楽しんでいただけましたでしょうか。僕は楽しんでます。僕はさらに楽しかったです。解説をしながら、いや楽しそうです。帰ってきたなって感じがしました。ただいま、ただいま3回目を楽しみましたけどね。素晴らしかったです。なんかいろんなスピリットを、そうだね、まあものづくりだよね。だからね、本当ね、スピリットを感じましたね。楽しそうでしたし、インタビュー映像でもね。そうだね、もうなけりゃ作ると。いや、そうですよね。身につまされつつ、楽しみつつ作っていこう。俺らもいろいろなんか作っていこう、なんか生み出していこう。いや、本当にさあ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 、まだまだゴールではない、ゴールではないですけど、もう半分折り返したかなって感じです。なるほどね。いよいよ最後の今日の旅の締めくくりとして、鶴見線にこれは乗りたかったので、最後は鶴見線の旅をですね、一緒にちょっと途中下車もしながら、最後は海芝浦という駅があって、そこでまあもう本当に海に浮かんでるような駅なので、そこで夕日をバックに2人で撮れたら、締めを撮れたらいいかなと思ってます。行きましょう。はいはい、素晴らしい。今日はよどみなく喋れるな俺。優しくなれるだろう、苦しみはケアチェ、知らないあなたにもトンネルは続かないさ、夜明けを待ちながら、まあここ見て。これも一応これから折り返しの時間次第だから、すぐ行っちゃいそうな気がしますね。待ってたもんね。こっちにもうこう見たらこう海。ですね。なかなかない。はい、はい、ということで、目的地に着きましたね。海芝浦、初めて来たんですけど、駅直結で海、もうね、海がこうあって、ここにホームがある、これはなかなかない。いやー、すごいでございますね。いやー、いい景色、いい旅だった。いい旅でした。いい誕生日、いい誕生日。3ヶ月遅れのありがとうございます。お付き合いいただきましてめちゃくちゃ楽しかったです。なんか僕も、俺も行けなかったところに初めて来れたので、なかなか鶴見線もね、なんかこんな機会がなければ乗れなかったので、大満足な旅でございました。僕も知らなかったですからこれね。じゃあ締めましょうかね、ということで今回のこの動画を気に入っていただけた方はですね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。